政府はこの後開かれる対策本部で、大阪や福岡など6府県の緊急事態宣言を今月末で解除することを正式に決定します。東京など1都3県の解除は見送ります。この後政府対策本部を開催し、緊急事態措置を実施すべき区域について6府県を除外し4都県に変更したいと考えております。関西3府県と愛知、岐阜、福岡に対する緊急事態宣言の解除は、今日午後に行われた専門家らによる諮問委員会で了承されました。西村経済再生担当大臣は国会への説明で、解除後もすべての府県で午後9時までの時短営業を継続する意向であると確認していると述べ、感染の再拡大を警戒するよう呼びかけました。一方で首都圏の1都3県については、病床の逼迫などから宣言が継続されます。東京都の小池知事は、他の地域での先行解除による首都圏の気の緩みに警戒感を示しました。解除という2文字が飛び交えば飛び交うほど首都圏の解除が遠のくという恐れを抱いております。